Hello, what's up, guys? My name is Lee and welcome to my video. ということで、今回の動画は、フォートナイトをプレイしてる皆さんは、スキンをね、買ったり使ってる方がほとんどだと思うんですけど、最近ちょっと思うことがあって、最近のフォートナイトって、コラボスキン多くね？チャプター3の、チャプター3シーズン1のバトルパスだって、スパイダーマンだったり、シークレットスキンが、ファウンデーション、ザ・ロックだったり、まあ、あれはフォートナイトと俳優さんが一緒にコラボしてる感じだったので、まあ、でもそれでもコラボスキンじゃん。僕はもっとフォートナイトのオリジナルスキンを見たい。なので今回はこの動画で皆さんに書いていただいたオリジナルスキンを一つ一つ見ていって、一つでもエピックがいいなと思ったスキンを採用していただけたら、神じゃねと思って、この動画を撮影しております。でもこれ自体は僕だけの力じゃ多分ねエピックな届かないと思うので、皆さんの力も貸していただいてほしいです。コメント欄にこれから紹介するスキンね、一つ一つ見ていくんですけど、その中でみんなは僕もこのスキン着てほしいみたいなスキンがあったらコメント欄に書いてください。あとこの動画拡散していただけると嬉しいです。皆さんに多分もっとみんながこの動画見てくれれば見てくれるほどエピックに届くはずという感じで、まあ、冒頭はこんな感じで早速スキンを見ていきましょう。どんな感じのスキンが来てるの？チラッて見たけどね、結構すごいやつが来てたんで、まず最初一つ目はこちら。え？これはマイクラのスキンやな。おお、なにこれ？めっちゃ可愛いんだけど。なんかちょっとゾーイっぽくない髪の色が。可愛い、このスキン全然ありじゃない？なんか日本風なのかな？日本風だよね、これ。後ろはこんな感じだって。かわいい。バックアクセサリー、動く。手が動くんや。つる足が傘。いいね。めちゃくちゃいいじゃん。なにこれ。なにこれ。ガーリングマン。ガーリング。ガーリングってスポーツのスキンね。なるほどね。いいな。全然ありそう。フォートナイトにこれはありそうなスキンだね。なにこれ。勝つ。勝つ。天ぷらの男たち。まあ、スタイル変更でどっちでも揚げ物だからってこと。で、ツルハシが箸。ツルハシ、箸いいな。一刀流がこれで、二刀流がこの二本で箸持ってるみたいな。よくない？普通に。え、めっちゃいいじゃん、これ。二本ってか、おー！なんか別のやつもある。同じ人で。テスラコイル。かっこよ。かっこいいな。夜は目立つ。夜は光るんだ。わー、いいな。やば、もうすでに神スキンが。もう、やばくない？全然、エピック、頼むよ。この動画見てくれよ。なにこれ。これもまた同じ方です。なにこれ。顎がめっちゃ長い。顎がの、キルするたびに顎が伸びてくみたいな。この一番左の画像はなんだこれ。なにこれ。おもろ。いいな、センス好きだこれ。めっちゃいいねこれ。お、なにこれ。めっちゃ可愛いんだけど。ちょっと待って、クオリティ高くないこれ。え、超可愛い。青ベースの冬とかに着そうだね、これは。冬に着ていい新スキンで、つる足もうさぎちゃんで可愛い。うさぎさんって名前らしい、このスキンはね。背中もこのうさぎで。え、可愛いな。どんどん見ていこう。これなんかもう一つ一つめっちゃ長く見ていきたいけどね。もう動画的にどんどん見ていこう。皆さん、ハッシュタグこのスキン着てほしいで、全部のツイートが見れるので、ぜひ皆様ね、もっとゆっくり見たい方は見てみてください。なにこれ、サマーハッシュ。なるほど。今までのはオリジナルスキンとか多かったけど、フォートナイトのスキンをサマー版にしたって、そういうのもね全然あるんですよ。サマーマイダスとかも確かあれコンセプトアートだったりもするんですけど、マイダス自体は確かエピックが作ったスキンだけど、それを夏風にしたのがサマーマイダスコンセプト で、それをエピックはいいねっつってスキンにしたりしてるんで、サマーハッシュ来るかもよ。本当にめっちゃ可愛いじゃん。しかもハッシュ何個かスタイルあるもんね、もうすでに。いいね。何これ、デンジャラスガールだって。めっちゃすげえ、めちゃくちゃいい。髪色ピンクで危険マークがあって、狐の仮面があるんだ。バックアクセサリーからつる足を取り出せる。なるほど、つる足これだ。エンジニアブーツ、すごい。なんかめっちゃこだわり感じる。やばいねこれ。うわ、なにこれ。ネタつきんだけど、フォールンラブレンジャー、おしゃれっぽく書いてみました。だっていいな。めっちゃいいなこれ。めっちゃおしゃれじゃん。なにこれ、やば。リアンスタイルだって。やば、かっこよすぎ。来てほしい、エピックお願いします。はい、次来ました。お、なにこれ。雑だけど半分犬半分狼。これはあれだよね、多分トマトとさ、なんかゾンビトマトみたいな今スキンあるよ。それと似たような感じなんかな。なにこれ。フォートナイト×ジャスティン・ビーバー、アイコンシリーズでジャスティン・ビーバーは来そう。
まあ、これはこれに関してはオリジナルではなくコラボスキンになってしまうんですけど、全然アイコンシリーズで来そうじゃない。トラビス・スコットとかアリアナ・グランデとかしてるから、ジャスティン・ビーバーも同じぐらい有名だから、これは多分いずれ来るやつですね。多分冬オリンピックの選手服、まあちょうど冬オリンピックがあったからつい最近それを元にして来てほしいってことで、まあ確かにね、オリンピックスキンとかありだよね。全然なんか普通のオリンピックスキンもまだ着てなくない、フォートナイトって。国ごとのスキン、あでもそれできないんかな、どうなんだろう。いやでもモーグルマスターとかいるからね、全然来てもおかしくないよね。なにこれかわいい。これはあの来たら多分ねみんな好きだと思う。結構フォートナイトプレイしてる人たちって可愛い系のスキンとか女子スキンってみんな使うじゃん。よく男スキンよりもどっちかって言ってみんな女子スキン使うと思うんだけど、これはね来たらみんな使うやつだと思う。普通にめちゃくちゃ可愛い。はい、次は何これ。フォートナイトに実際あるスプレーからだけど、ピクセルバンド、いいとこ見てるね。これはこれはまあまたオリジナルスキンとはまたちょっと違うんですけど、全然あり。ピクセル系スキンもありじゃない。普通に確かにエピック今まで出してないもんね、ピクセル系のスキン。全然あり。こういうスプレーあるんだね今フォートナイトに。もうこれはまた、まあでもオリジナル×コラボって感じだねこれ。え、すげえ、めっちゃ好きこれ。この絵のスタイルがいいね。案内さん障子バンドル、なんで障子障子さん背中なんだね。これでもバックアクセサリーだよね。でもいいねこれ。はい、次はこちら、猫系のスキンがネックスオリーってスキンだし、猫ちゃんかなこれは。かわいいね。フードかぶってちょっとなんかリンクスっぽいね。キルするたびに怒っていくか猫が。なるほどね、いいね。はい、次はこちら、書いてみました。ベレーボって読むかな。好きな色に変えれる。なるほどね、このスタイル系のスキン。だからよくあるヒーロースキンとかさ、何種類かそういう系統のスキンあるじゃん。それのこのバージョンってことだよね。帽子の色とか変えれて、服の色とかも変えれると。2つスタイルがあるんだ、白と黒と白の、ね、なるほどね。で、すげえなんかめっちゃおしゃれな女子って感じのスキンだね。あり、全然。はい、次はこちら、オリジナルスキンではないね。これは元がフォーカスの別スタイルって感じ。あ、書いてあるよこれ、フォーカスの別スタイル。でも全然かっこいい。フォーカス青ベースのスキンだけど赤いいな。はい、次はこちら、キュウリ界を代表して子供のクーピー使ってキュウリを押していく、押していくキュウリのスキンいいねいいな。でマヨネーズが上に乗ってるので、普通になんかいいなこれ。リアンさん好きなので頑張って書きましただって。なるほどね、ナース系のスキンってことかな。ツルハシ注射、インジェクションって書いてある。注射がツルハシ、まあ大きめな注射をツルハシにするの全然ありだよね。はい、次はこちら、小学2年生の娘が書きました。リアンさんの企画です。かわいい、白と黒半分ハーフ系ね、いいね。リアンさんとフォトナできたらいいな。リアンさん大好きです。ありがとうございます、ありがとうございます。お、これはなんだこれこれはなんなんだ。バックアクセサリーでもいいから来てくれ。だってこれは俺が知らないだけかな。これもしかしたら何かのコラボとか、いやそれとも自分で考えた動物なんかな。これ何の生き物なんだこれは。はい、お次はうちらの猫ポプラを弁慶の格好にしたやつ、あとはピエロの帽子の長靴を履いた猫。とにかく猫スキンが欲しい。いろいろ考えた結果、猫好きの息子ちの意見を尊重してって書いてある、ね、なるほど、弁慶日本だね。日本コラボスキンって感じ、いいね。もう一個の方が何これ。これはピエロの帽子を長靴履いた猫。なるほど、猫系のめっちゃリアルな猫のスキンも全然ありだね。絵のクオリティがすごいんだけど、何これんこのスキン着てほしいってどういうことこれ。なんじゃこれ、虹色スキンってこと。おお、なんだこれ、カニスキン、カニか。カニは確かにまだ着てない。おもろこれ、なんだカニスキンって。でこれがツル、手がツルハシって感じなんかな。手で殴るみたいな、ハルクスマッシャーみたいな感じかな。顔が人間なのがめっちゃおもろいんだけど。さーて、お次はこちら、イカニャンお遊戯会のイカ王子スキン欲しいです。すげえ、なるほどね、 YouTube チャンネルのイカニャンお遊戯さんのスキンってことね。イカと海賊、すごい組み合わせだな。いいな、でもめっちゃ。さて次はパジャマスキンとかいいんじゃないかと思って書いてみました。モデルはマイダスとスカイちゃんにしてもらいました。パジャママイダス、パジャマイダスなんつってめっちゃ可愛いんだけど。いやこれはいい、いいねいいな、使いたい俺は。
え、なにこれすごいんだけど、なんかシグマスキン、いいね。あ、こういう世界のスキンも好きよ。なるほどね、手がここの横についてて、これで手の役割をしてるってことね。みかんスキンとレモンスキン、レモンの顔よ、レモンの顔めっちゃ、あ、でもいいな、トマトもトマトじゃねえよ、ちょっとめっちゃトマトに見えたけど、これみかんなんだね。なるほどね、顔好きだわ、表情いい、いい表情してんなこれ。さて、お次は、下手すぎる、いや全然そんなことないよ、かっこいいけど可愛いスキンが来てほしい。なるほどね、かっこいい女の子だけど可愛くもあるみたいな感じで、いいな、ツルハシドライヤーいいね、おしゃれだ。さて、お次は娘が考えてくれたペンギンちゃんスキン、サメちゃん、コージーチョップのお友達できてほしいそうです。なるほどね、コージーチョップっていう、まあ、あのサメのスキンが今、あのスキンもコンセプトアートだよ実は。なんならほら見てこれ、こんな感じでね、実はコージーチョップスもコンセプトアートなんですよ。ってことはこちらも来るの全然あり。はい、次は目は描くの苦手なので、そこのところをご了承、サウンドスキン、はい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 、なるほどね、音をモチーフにしたスキン、背中が音符、背中音符でいろんな色にできるってことか。あ、いいな、普通にヘッドセットの色とか変えれるのも全然ありだね、こういう感じで。かわいいんだけど、ツルハシはこれあれでね、初期一番チャプターの初期ツルハシの色違い版もういいねしか言えない、全部めっちゃすごいんだけど、クオリティが本当に。はい、次はリアンさんのこのスキン着てほしい企画、おまけ、おまけ、おまけから見ちゃった、トゥーンヒーロースキン。なるほどね、トゥーン系のスキン、あれもねコンセプトアートだったはず。ほらコンセプトアートだ、やっぱトゥーンフィッシュもこういう感じでコンセプトアートを、フォートナイトはバトルパススキンまでにしてるぐらいだから、全然トゥーンヒーロースキン、やっぱ人気スキンをねトゥーンヒーローにするのは全然ありだと思います。いいねこれで、あ、こっちが本命なんだね、トゥーン、あ、こっちもトゥーン系、トゥーンモサスキンがいいなと思ったので、確かにニャッスルとか今いろいろあるからね、トゥーンモサ系スキンも全然ありだよね。鳥の女スキンっていたかなと思って、ツバメをモチーフ、ツバメか、ツバメって割とね日本の鳥のイメージが俺はあるんだけど、いいな、ツバメ、あー、なんだこれは、これはめちゃくちゃ俺は好きよ、このコンセプト好きよ。俺ねめっちゃジョジョが好きなんよ、でこれはちょっとねジョジョファンとしてはすごい刺さるものがある、これはやばい、今までで一番好きかも普通に。はい、なるほど、これはすごい、なんかでもグリッチ系のスキンってフォートナイトあるよね、なんかグリッチフォーカスみたいな、全然ありじゃないこれ。ほいほいほい、次はホリデーシーズン用ダッパーミントのスタイルチェンジ、愉快な仲間たちでラインダンスエモートさせたいです。一列に並んでダンスするエモ、全然いい、そのエモートいいね。でスキンも今ちゃんと見たらめちゃくちゃ可愛いんだけどさ、ラインダンスエモートだって今までさこういうコーン持って歌うやつだったり、あとハグエモートだったりさ、そういうみんなと一緒にできる剣道エモートがあるけど、ラインダンスは確かにないね。12月だから、今3月だから、ちょうどこれから制作段階に入って12月に来るってことで、めちゃくちゃいいじゃん。はい、次はギャラクシー限定で、ギャラクシー系のスキンもね、まあ、人気っちゃ人気だからね、最近あんまり使ってる人見ないけど、でもなんかルビー結構エピック好きだからね、なんか何種類かスタイル変化あるもんね、ルビーも可愛い、めっちゃ可愛いんだけど。リアンさんの企画参加します、娘と一緒に考えた、めっちゃ可愛くないこれ、超可愛いんだけど、やば、カエルのだってモチーフ系好きないもんね、確かに。ほい、次は参加させていただきます、とりあえず起伏とブーツの組み合わせは最高です、いい、めちゃくちゃいい、かっこいい女子って感じだよね。さて、お次はこちら、リアン君をジョジョの世界、おーい、かつかっこよ、めっちゃいい感じに描けた、いやーすげえこれ、めっちゃいいな、すげえ、なんか映像までついてるんだけど、あ、かい、すごっ、すごいねこれ、変身してる感じめっちゃすごいんだけど、おお、すげえアニメーション、かっこよ、めっちゃかっこいいじゃん、すげえいいね、めちゃくちゃいいんだけど、お願いしますよピックさん、これめっちゃかっこいい、お、かわいい、これはかわいいですね、めちゃくちゃいいですね。前からオリジナルスキンを自分なりに考えてたりしたので思い切って参加してみました。ハートと自撮りが好きなウサギちゃん、かわいい、あー、もう完全にこれは
コラボスキンですね。さーて、お次はゾンビっぽいフェーブル。はい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 、いいね。フェーブルってそもそもフォートナイトのバトルパスのスキンだと思うんだけど、そっからサマーフェーブルがあって、グリムフェーブルがあってっていう、いろんなね、あのフェーブルのスタイル変更で、その中のサマーフェーブルを僕は固定にしてるんですけど、それのゾンビ版ってことね。いいな、普通に。おーすごい可愛いんだけど、これ普通のメイドさんになってしまったけど、オタクジョンジーとセットで、あ、オタクジョン、すげえオタクジョンジー待って、ジョンジー系俺めっちゃ好きかもしれん。めちゃくちゃいいじゃん、オタクジョンジー。なにこれ、めっちゃ可愛いんだけど、またまたちょっと2連続メイドちゃんになったけど、こっちのメイドは、さっきのメイドはかっこいい系、かっこかわいい系だったけど、こっちはめちゃくちゃ可愛いけどかっこいいみたいな、なんだろう説明が難しい。可愛いけど、まっかっこいいみたいな感じだね、こっちは。めっちゃいいじゃん、ジャパニーズメイド。後ろ可愛い、いいね。次はこちら、 Why didn't the iron spiderスキン come when the Spider-Man スキンゲーム。確かにね、アイロンスパイダー来てほしいね。トム・ホーランド、トム・ホーの際今スキンあるけどさ、あれに追加スタイルで来てほしくない？普通にせっかくなら。アイロンスパイダーめっちゃかっこいいしね。来ないかな、まだ残りシーズン終わるまで2週間、ワンチャン来るかな、どうだろう、来ないかな。はい、次はこちら、ヌンヌンヌン。どういうことだ、ヌンヌンヌンってすげえ、赤と青をイメージにしたスキン。いいね、普通にめちゃくちゃ。はい、お次はこちら、ケロキング。カエル系スキンまた来ましたね。前とは、でもこっちはあれだね、俺がさっき言ってた完全にカエルバージョン。ケロキング可愛いんだけどいいな、めちゃくちゃいいね。はい、次はこちら、作ったケチャップスキン、ネタキャラになる予定。あこの表情好きだな。ちょっとなんか、なんていうんだろう、イカれてる感じ、めっちゃいいね。これ醤油とポン酢とマヨネーズとめっちゃいろいろ持ってんじゃん、やば、俺が最強だぜみたいな、ケチャップ最強みたいな感じなんかな。さーて、次はまた参加失礼します、サマー夏スノー冬ウォーカー秋ドリフトシリーズ。春だけないので、あ、そうなの、春な感じのドリフトが来てくれると嬉しいです。なるほどね、いいね、ウサギとドリフトの組み合わせ、うわーめっちゃ可愛いじゃん。さて、お次はこちら、独特な雰囲気を漂わせる中性的なこんな感じの女の子スキンが欲しいです。はいはいはい、うわいいね、めっちゃかっこいいじゃん、かっこかわいいみたいな、全然フォートナイトにな、今までにないタイプのスキンだよね。さて、次はこのスキンの名前はリストウォッチマンです。見ての通り腕時計をモチーフにしました。つる足のフォームをこだわりましたよ。そろそろ時計スキン来てほしい。確かに時計系のスキンもないもんね。で、今回はただの時計じゃなくて腕時計なんだ。リアクティブ、今の時間に合わせて長針と短針が動く、敵を倒すと目覚まし時計のようなアラームが鳴る。めっちゃいいじゃん、すげえ。さて、次はこちら、セーラー服は月がすでに着ているから。なるほどね、学ランバージョンが欲しい。それだけじゃ面白くないから、グレてて欲しい。グレてる学ランスキン欲しい。パイプはつる足で、バックパックはスクールバッグ背負って欲しいな。なるほどね、学ラン系ね、いいね、めちゃくちゃ。はい、次はルビーの冬バージョンのスキンをサンタクロースをコンセプトに考えました。こんな感じのスキンが来てほしいと思います。リアンさんの企画に参加させていただきます。なるほどねこれ大丈夫か、これキリルキしてるけどおもろ、普通にいいね。でも確かにサンタ系のルビーも全然ありだよね。さあ、お次はこちら、うおーすげえ、これめっちゃこだわりがすごい、ブレッドバレットだって。めっちゃ可愛いんだけど、ゴーグルつけててキャップがあって、これこそオリジナルスキンって感じじゃない？バックアクセサリーはパン、ツルアシがクロワッサンコックの帽子もついてんだね、これ。かわいい、普通にめちゃくちゃいいね。はい、次はこちら、もちろんバナナ劇場の PD バナナくんがフォートナイトのスキンに来てほしいです。チート感も、チートって言葉を出しにくいと思うので、普通のジュースのアイテムとして出てくれると嬉しいな。いや、これね、この表情めちゃくちゃ好き。 PD のなんかアニメーション版みたいな感じで、アニメ版みたいな、めっちゃ可愛くない？これ可愛いっておもろいか、ダメージを受けると飛び出す、めっちゃいいじゃんこれ、おもろ、めっちゃ良くない？子供たちもめちゃくちゃ好きそう、こういうスキン。次はこちら、息子が絵が描けないからとおもちゃで作ってました。名前はロボッティングドリルナオリ。胸のスパナがドリルになっているそうです。
ロボット系のスキンってことでね、ロボット系のスキン確かにあんまり今まであるってことだよ、ロボット系のスキン。まあメカクマとかそういう系のあるけど、なんかもっとこれはオリジナルロボットみたいな、メカクマってピンクマのロボット版だけど、オリジナルロボットスキンは今までにあんまないもんね。全然ありだと思う。めちゃくちゃいいじゃんこれ。すげえ、ジェンガで作ってるジェンガで作ってるのもいいねこれ。さて次はこちら、絵が下手です、許してください。いやいや全然そんなことないよ、めちゃくちゃいいじゃんこれ。忍者系のスキンね、忍者系のスキンも今はないよね。あの子がいたっけ、あの何人かいるか、クノとか何人かいるけど、まあ、でも全然ありだよねこれ。めちゃくちゃ可愛くない？全然別スタイルの忍者もいてもいいもんね。いいと思います、めちゃくちゃ。さーて次はこちら、ウルフカット着たら嬉しい、大人女子とか使いそう、魚のところをニャッスルとかに変えれてもいいかも。確かにウルフカットの女子ね、全然ありね、めちゃくちゃ。なんなら大人女子じゃなくても大人男子もめちゃくちゃ使いそうなんだけど、ウルフ女子とか可愛いじゃん、いいね。さて次はこちら、みんないろんなアイデアがあるな、デザイン結構難しいけど楽しかったです。おお、なんかコールドさんのスキンっぽくない？めちゃくちゃいいじゃん、小柄な男の子系スキンね。見た目は13歳から15歳くらい、なるほど、少年っぽい感じか。はいはいはい、レクサみたいな、なるほどね、レクサっぽいの男版ってことね、いいね。さて次はこちら、こんな感じのスキンが来てほしいと思いました。絵が下手ですいません、全然そんなことない、本当に。こんな感じのスキン、猫系のスキンかな、これは。猫耳だよね、で手が猫で、はいはい、猫がちょっと人間化したみたいな感じのスキンかな、これ。可愛いんだけど、確かに今までリンクスはフードだもんね、だからこの手が猫になってるみたいな、半分猫半分人間みたいな系のスキン確かにないから全然あり、猫みんな好きだしね。さて次はこちら、サマーフォートナイトバックアクセサリー、フォートナイトバックパック、フォートナイトスキンってことね。はいはいはい、なこれなんか貼り付いてない、これなんか貼り付いてないピーリーとか、これスラープのあの人だよね、なんだっけ、リプリーか。全然ありだと思う、いいですね。さてお次はこちら、ドラゴンマスク、ドラゴン系のスキン、まあ、ヤンキーっぽい感じだよねこれ。なるほどね、赤ベースのめちゃくちゃかっこいい系のスキンだね、いいね。次はこちら、アストロジャックのアッシュ的な感じのやつ、アストロジャックがこれで、それの色違いってことね、スタイル変更。え、全然よくね、かっこいい、紫黒いいね、まあ、これもまたオリジナルとフォートナイトのとトラビスコットの掛け合わせだけど、いいですね。次はこちら、アナーナメース、いいね、めっちゃいいじゃんこれ。全然フォートナイトにありそうなんだけど、オーラがあるので、ね、強そう。めっちゃ胸ポケットには常にナイフを、なるほどなるほど、ナイフを入れてて、マスク、これなんか有名なマスクだよ、いいね。次はこちら、これはなんじゃこれこれはこれ銃だよね、これ目、これ片目なんか青いジュースみたいに出てない、これなんじゃこれ、すごいな、わかんねえけど全然来るのかこれは、フォートナイトの月おもろいな、おもろいからおもろいショーだわ、いいねこれ。はい次はこちら、シカキンさんコラボパックでです、絵が下手ですけど許してください。いや確かにヒカキンさんアイコンシリーズで全然来るのありだよね、フォートナイト、めちゃくちゃフォートナイトプレイしてるし、グライダーはこれあれだよね、ヒカキンさんが飼ってる猫で、丸尾とモスコだっけ、ちょっと名前間違ってた、すいません。グライダー片手ずつ持ってるんだけど、いいな、ヒカキンさん確かにアイコンシリーズ来てほしいですね、いいですね。次はこちら、ジョンビーフ、彼はジューシーな肉に飢えているって、いいじゃんゾンビ系のね、ゾンビ系のあれなかったっけ、トマトとかあったよね、ゾンビ系のちょっと腐った感じのやつ、まあでもそれの別バージョンって感じだよね、なんかこのバイキンっぽい感じもめちゃくちゃいいな、いいね。次はこちら、自分で描きました、イカ女いろいろ2つ、いろいろ2つ、リアンスリーズ、これ俺リアンスリーズって T シャツに書いてあるけどこれ俺そういうわけではないのかな、全部2つずつあるってことで、口だけなんで3つやねんこれおもろ、かわいいじゃん、いいじゃん全然。さて次はこちら、オリジナルスキンのイラボーちゃん描いたよ、だって、かわいい、これめちゃくちゃいいね、お花とかカラフルな女の子イメージにしました、なるほどね、ツルハシ、キャンディーケンに虹、めっちゃカラフル、かわいい、このなんかニッコリマークの花のやつもめっちゃいいねこれ。さて次はこちら、ミーサだよ、だって、猫かわいいね、猫とちょっと悪い猫っぽい感じなのかな、ツルハシが大きいよ、だって悪の猫女子っぽい感じ、いいね。さて次はこちら、春っぽくウサギガフと妖精スキン、はいはいはい、あ、かわいい、妖精スキンめっちゃかわいいじゃん、ガフもかわいい、かわいいね、めちゃくちゃいいね、妖精スキンかわいいなこれ、
こういう系のスキンもないもんね、あんまり。めちゃくちゃいいと思う。さて次はこちら、雫のスキンです。と一つとっても来てほしい、来たら即買い確定、雫のスキン。やばいねこれいいな、でも全然ありじゃない。なんかもう面白いよねここまで。多分誰も思いつかないと思う、こんなスキン。めちゃくちゃいい、いい意味で。これはなんじゃこれ、なんて書いてあるのか漢字が読めない。まあ、でもこういうあれだよね、なんかめっちゃシンプルなさ、なんだろう、アメリカで言うとドゥードルアートっていうのか、アメリカだとねこういう感じのね、めっちゃシンプルなドゥードルアートって呼ばれてるものがあるんですけど、白黒で描くね、これがアートになるんで、それっぽくない？でドゥードルアート系の金って今までないから全然ありだと思う、割と真面目に言うと。だーて次はこちら、何が素晴らしいかって、リーゼントでヘッドショット狙うのが狙うだろう、俺は FNC して一番使えるスキンだぜー、だってすごいな、これはこれで。これはビキニ、リアンって書いてあるんだけど、リアンって書いてある、これもまた俺もしかして。すごいリーゼント、しかも絵の癖が強い強いけどいいねこれ。さて次はこちら、ダウリーム、有名はダウンとグリームです。なるほど、バックアクセサリーやリアクティブでだんだん光っていきます。はいはいはい、なるほどね。男性スキンと女性スキンの間の体付きのスキンです。はいはい、なるほどね。手は出ません、萌え袖なまま持ちます。はー、萌え袖スキン、今までにない新しい、いいね。さーてこちらは iPhone7 のタッチペン的なのなしでフリーハンドで描きました。すげえ、これあれっぽいよね。今シーズンだけ着てんのこのラマ男のスキン、ラマミルク、いいな、ラマミルク、ラマミルクの背中欲しいんだけど、いいね。ツルアシはヒトリークラウンの上のやつじゃん、違うかのツルアシ、めっちゃいいじゃん、普通にビクトリークラウンスキン的なやつなのかな、これもしかしたら。いいですね。さーて次はこちら、夏とかに出てほしい、え、下手なのは許せ、いや全然いいと思う、めちゃくちゃいいじゃん、俺よりはうまい、圧倒的に。カブトムシとクワガタスキン、いいね、日本だね本当に。これから夏だし、カブトムシクワガタ系のスキン、クワガタは二刀流、カブトムシは一刀流。背中はこれあれだよね、木のちょっと蜜がついてる木、こっちはゼリーじゃない、これクワガタゼリーだと思う、いいなめちゃくちゃ好き。チューンフィッシュちゃん、次はかわいい、トゥーンフィッシュ女子、アニメ女子とトゥーンフィッシュを合わせた感じか、いいじゃん、めちゃくちゃかわいいんだけど、いいね、緑、青、赤、ピンクか、これ来たら俺は買います、めっちゃいいと思います。いや、ちょっとスプラトゥーンっぽい感じがあるよね、髪の毛、いいね、かわいい。次行きましょう、これは何、なんじゃこれはって思ったけど、これ多分絵文字じゃない、絵文字スキンってこと、これ絵文字スキン、新しい、めっちゃ新しいけどめっちゃ良くない、絵文字スキン、天才か。いろんな絵文字あるもんね、なんかキルキルしてたらなんか喜んでる絵文字で、なんかダメージ食らったら痛そうな絵文字でみたいな、なんかいろんな表情が変わる系でもいいし、ヒーロースキンのあのここのやつみたいにさ、いろんななんかなんだろう、スタイル変更で変えれる系でも全然ありだし、絵文字スキンありだよね、めっちゃありだと。次はこちら、うんこまん、うんこまんやべえってこれは、これは多分ねエピック的にダメなやつ、おもろいけどね、筋肉ムキムキやんこの人、おもろいけど多分ダメかなこれは、エピック的にね。はいはいはい、もともとのサマーフェーブルスキンの色違い版ってことね、ピンク版か、全然ありだと思う。サマーフェーブルのスタイル変化もっと来てほしい、俺の固定スキンだし、いいね、めっちゃいいと思う。さて次はこちら、自分で書いたので下手ですが、石鹸、コロナピーリなるほどねめっちゃいいじゃんコロナピーリ、確かにバイキンっぽいね、ピーリ、なんかちょっといいねこれ、予防ピーリ、はい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 、めっちゃいいじゃんこれ、ちょうど今に合ってるしね。さて次はこちら、左手は義手、名前はティーフ、泥棒ってことね、泥棒系スキン、こだわってる感じめちゃくちゃ好きなんだけど、このマスクとかあり、かっこいい。さてお次はこちら、めっちゃ可愛いんだけど、なんかすごい雑な、可愛い、白のパーカー、ニャッスルとピーリーのバッジをつけてるんだ、可愛い、こういう服装のスキンも今ないもんね、全然ありだと思う。で、あ、そう、オーバーオールっていうのか、かわいいね、めっちゃいいねかわいいんだけど、この青と白にピンクの髪もいいよね、デニムのオーバーオールいいね、
さて次はこちら、自分が考えたのは好きな文字が好きに表示されるスキンです。実際に販売されたらめちゃくちゃおもろいの書く人が現れると。はいはいはい、好きな文字が書けるスキンか。確かに新しい発想だわ。 NG ワードは使えない設定、なるほど ね。確かにありだな。いいな、それ面白そうだね。チャンネル登録してとか入れるのも全然ありだと思うし、いいな。さーて、お次はこちら、ヒューマンビルっていう宇宙人スキンがマッチョになったバージョンです。ヒューマンビル、マッチョ版。あーおもろい。でもいいじゃん、いいねいいね。筋トレしてめっちゃマッチョになってるみたいな。確かに去年の夏にこれ来たから、今年の夏はムキムキバージョンみたいな。めっちゃいいじゃん、1年越しの進化みたいな。めっちゃよくない？ピッケルダンベル、いいね。でかっこいいし、全然ありだと思う。いいね、いいね、いいね。好きなんだけどこれ。あとそうだ、追加にちょっとディスコードでも、僕の参加者用のディスコードでも募集してたんで、そちらを見ていきたいと思います。まず最初にこちら、枝豆くん、自由に身長変えれるだって。枝豆くん自由に身長が変えれる。おもろ。鉛筆、つらしが鉛筆なんだ。表情が変えれるって感じなのかな。次はこちら、スキン、秘密組織かなのトップ的な。なるほどね、なんかポケモンのジムリーダーでいそう。背に書かれているのは秘密組織のマーク。はい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 。つる足、データナイフ、片手持ち。データナイフ、おしゃれ、いいね。グライダー、データホログラム。あーなるほどね、はいはいはい、なるほど。データホログラム系の傘か、いいじゃん、おしゃれじゃん、めっちゃかっこいいじゃん、いいね。さて次はこちら、フィッシュスティックとお友達。これデカポスキン、 I am fish って書いてある。あ、なるほどね、デカポじゃないわこれ、あれだ、水槽だ。で中に魚がいる感じの、リバヤさんのちょっと別バージョン的なやつかなこれ、ぽいよね。いいね、めちゃくちゃかわいい。さてお次はこちら、かわいいパジャマ系のスキンかな。パジャマの女の子。あ、パジャマ系、ここにも聞きましたね。ズボンが、え、読めないかもこれ、ふかふかって書いてある。ロングヘア、眠そうな感じ。なるほどね、かわいい、いいね。つる足がこのうさぎっぽい枕かな。めっちゃいいじゃん、パジャマの女の子だって、かわいい、いいですね。次はこちら、ランペットジュニア。つる足はシャルバットかな、シャルバットって読むかな。サーフィングライダー、はいはいはい、ピアノのサーフィングライダー。これは吹奏楽部系のスキンだね。いいね、もっと吹奏楽部とした全然めちゃくちゃ着てほしいんだけど。めっちゃいいじゃん、音符の服着てるのね。なるほどね、いいね。でこれはなんかキルしたら表情が変わってんのかな、怒ったり、怒った音とか楽しい音みたいな、いろんな音を出せるって感じか。次はこちら、これはなんだこれ、ペンギンスキンかなこれ、ペンギン親子スキン、氷のつる足。なるほどね、いいね。ペンギン系のスキンもね、今までにないから着てほしいよね。さあこれはなんだこれは、めっちゃもう虹色ピーディみたいな感じなのかな。虹ちょっとなんかちょっと怖い系だけど、いいね。でもあれだよね、絵だとちょっと怖く見えるけど、鮮やかに光ってる虹色ピーディとか全然ありだよね。いいですね。次はネズミスキン、はいはいはい、チーズのツルハシとネズミスキンで、バックアクセサリーがネズミのあれ、トラップか、ネズミ罠を背中につけてるのに。いいな、すごい、よくみんなこんな考えるよね、めっちゃすごいな、いいね。はいはい、これはあれだね、白ニットの赤バージョン。確かに赤ニットないもんね、全然ありだと。これはいいな、なんか的になってるのかなこれ、顔がすごい、なんか強そう、ちょっとポケモンっぽい感じなのかな、これモンスターっぽいスキン。お次はこちら、かわいい、めっちゃいいじゃんこれ、なんかちょっとお嬢様っぽい感じだよね。ハーフアップの髪の毛、髪飾り、大きめの赤いバラ、長さはこれぐらいの髪、はいはい、ちょっと長めで、ね、ドレスみたいな、この服装めっちゃいいね、おしゃれ。顔すごい、顔もめっちゃこだわってる、見てこれ、化粧とかもしてるじゃん、かわいいね。お互いなさそうな髪型とドレスのスキン欲しい。確かに新しいな、こういうのにね、コンセプトの中でもめちゃくちゃいいよこれ、めちゃくちゃ好きなんだけど。編み上げブーツ、コンセプトアートって感じがするね、いいですね。トゥーンガフ、いいね、来てほしい。次はこれ、ポテト、
手がポテト、ポテトとバーガー、ポテトバーガー好きみたいな、体がバーガー、頭がポテトで、髪の毛ポテト、赤がトマトで緑がキャベツ、はいはいはい、ハンバーガー、足ポテト歩けなそう、ポテトの足でM が口なんだ、なるほどね。で、背中がドリンク、はいはいはい、つる足がドリンクのストロー、なるほどね、いいね、アップルパイだって。え、うまそう。あ、お腹空いてきた、このスキン見てると。うん、ピクセルガフだって、すげえおしゃれ、いいな。ピクセル系のスキン本当にないから来てほしいよね。その中でもガフかわいいな。リアクティブオフ、ゴースト、シャドウ、リアクティブオン、すげえ金色になって、あ、なるほどね、これはあれか、チャプター2シーズン2をモチーフにしてるんだ、これ。ゴースト、シャドウと金色になるリアクティブ、いいな。ピクセルガフいいね、これ。ピクセル系のスキンめちゃくちゃ名案だと思う。次は赤いピー、どうした、何があった、これはなぜ赤いいいね、俺も赤いピーピーか、いいねいいね。これはなんじゃこれ、名前ギャンジューだって。ギャンジュー、妖怪っぽい感じなのかな。カツラ、カツラ、カツラがグライダーなの。あ、これカツラなんだ、なるほどね。ギザギザのバッグ、爪のツルアシ、はいはい、爪のツルアシあり、めちゃくちゃありだね、爪のツルアシ。今までにない感じのスキン、ギャンジュー、いいですね。お、次はこちら、お、またちょっと時計スキンが来たよ、これ。今回は腕時計じゃなくて普通の時計だね、リアルタイムの時計が映ってて、歩くと揺れる、はいはいはい、なるほどね、中の時計が揺れるってことに、歩くと、めっちゃいいじゃん、こだわってるとこする。次はこちら、ファイヤーマイダスらしいです。触ったものすべてがファイヤーっぽい感じになるらしい。金のマイダスがいるからそれのファイヤー版ってことだよね。かっこいいんだけど、普通にめちゃくちゃ赤、紫っぽいを見て、触ったものすべてが赤色になる、いい。さて次はこちら、これはなんだ、 PC とコントローラーのスキン、真ん中に F がついてて、いいね、これ頭キーボードかな、全然あり。なんかこれに追加でさ、スイッチとかさ、なんか PS4、XBOX とか、なんかいろんなモバイルとか機種がさ、合体したスキンとか全然ありだよ、センスがいいわ。次はこちら、これはなんじゃこれ、どういう感じのスキンなんだろう、人形っぽい感じのスキンかな、なんかぽくない、人形スキンみたいな感じかな、いいね。次はこちら、なんかかっこいいんだけど、これかっこかわいい、ロボット人間っぽい感じなんかな、ピッケル、あ、ピッケル、あれ、ね、なるほどね、なんかあれかな、剣みたいのを出す感じかな、レーザーブレードみたいな、かっこいいんだけど、めちゃくちゃ。プラスターの背中、これパーカー内マーク4って書いてある、マーク4なんだ4代目で、目が、はいはい、これロックオンできるシステムがあるのね、照準モード、めっちゃよくね、普通に半分人間半分ロボットみたいな感じがいいね。さて次はこちら、これはなんだ、服はポテト、ポテチ、ポテチの袋、あ、ポテトスキンみたいな感じなんかな、これキルすると、何これ、顔かじられてってね、ポテトちゃんだって、グライダー、これポテト可愛いんだけど、普通にいいね。次はこちら、コンセプト豚のラーメン屋さん、エプロンには麺と書いてありましたって、はいはいはい、なるほどね。つる足、麺を湯切りするやつ、これね。で、つらし2、麺を切る包丁、はい、なるほどね。グライダーナルト、いいね。次はこちら、これはなんだこれ、スペウィン、ペンギンの寿司、これなんだろうこれおもろいんだけど、普通になんかこれ逆さになってんのかな、くるくる回るみたいな感じなんかな、体は人間、頭はペンギンみたいな、いい。つらしはこのペンギンのつらし、バックアクセサリーもこのペンギンのやつとか。さて次はこちら、キルするたびに石が割れてマグマが見えてきます、なるほどね。ゼロキルはマグマが見えない、はいはいはい、なるほどなるほどなるほど。最初は普通に黒い石のピーリーだけど、そこからキルしていくとどんどんマグマが見えてくるってことね。バックはマグマバナナで、ツルアシもマグマツルアシ、めっちゃいいじゃん、このコンセプト好き。次はこちら、これはヘッドフォンのつるあしみたいな、なるほどね。ヘッドフォンをつるあしにつけて、音楽系女子って感じかな、これは。いいね、かわいい、普通にありそう、シンプルでいいね、これは。次はこちら、トマトマン、もうこれはあれだね、トマトが脱いだバージョンだね、ムキムキやな、
全然でも面白いからありだと思います。次はこちらスノマン。なるほどね、雪系の女子かな。これ手がちょっと白いから同化しちゃってるけど可愛いんだけど、普通に銀色の髪で全然いい。冬に来てほしいねこれは。次はこちら、これは日本の和風女子って感じだね。髪飾りみたいなやつ、バッグが、はいはいはい、うちら氏が柄が変えれる、うちは柄が変えれるのね。なるほどね、いいね、和風女子服がいいわ、可愛いんだけど。桜のこの帯もいい。こちらこれはなんじゃこれ、ナイフ、怖っ怖いんだけど、クマ、クマ人間これ、ちょっとホラーっぽい感じのスキンかないいね。でも次はこちら、カメスキン。カメも確かにいないか、まだいないね。カメなのかこれはちゃんと腹筋割れてんのこれ、いいね。カメスキン確かにある。次はこちら、なんか可愛いんだけど、めっちゃ青髪、丸サングラス、白い袖なしシャツ、ニット、カーディガン、めっちゃおしゃれな女子って感じで、いいね。ジーンズ履いててショートブーツ、かわいい、めっちゃおしゃれ女子って感じでいいね。髪青なのもいいね。この丸いサングラスもかわいいわ、いいですねこれ。これフォートナイトって書いてあるけど、ほんとやフォートナイトじゃん。お、これはちょっとさっきのスキンに似てるね。ゲーム機、あ、これはあれじゃない、真ん中がモニターで、マウス、キーボード、コントローラーで、バックアクセサリーがゲーミングチェア、ザ・ゲーマースキンって感じだね、いいですね。次はこちら、これはやばこの顔がちょっとイカれてる感じ面白いね、いいね。これがツルハシかな、ザ・アメリカスキンって感じかな。赤、青、白で、そういうわけではないんだ、なんか好きだわ、こういう系のスキン好きなんだけど。トゥーンモンキー、顔よこれはなんじゃこれ、色で変えれるフードかな、これ可愛いんだけど、普通にちょっとアメリカのトゥーンっぽい感じが出てるね。これもこれがツルハシかな、ツルハシも色変えれるって感じか、いいですね。次はこれは何これ、ちょっとヒーローっぽい感じ、かっこいい、青いこれ、ハチマキっていうのかな、んていうのかしてて、頭の後ろは十字みたいな感じなのか、いいね。なんかヒーローっぽい感じがするね、筋肉ムキムキだし、いいですね。おお、ああ、骸骨系のスキンか、めっちゃいいじゃん。こういうスキンも今までないもんね、骸骨系ですね。ガチ骸骨ってないよね、思いつかないわ。スカルトルーパーぐらいだもんね。いいな、なんかこのちょっとアニメっぽい感じも好き。アメリカのアニメとかにいそうじゃない、こういう顔の骸骨好き、全然あり、来てほしい。ツルハシがこの青い骨ね、いいね、いい。次はこちら、これは筆箱グライダー。服の色カスタムできる、バックアクセサリー、キルするたびに芯が伸びる、おもろ、いいねこれ。なんか学生っぽいスキン、学生っぽいスキンも全然ありだよね、普通に面白い、いいね。100点って書いてあるのも好きなんだけど、これはすごい、帰宅部スキン。これはナッチとボルト、レンチがツルハシとかでも全然いいしね、いいな。最後にこちら、すげえ、最後にすごいの来たんだけど、何これ、日本のちょっと侍っぽい、あれを思い出させる感じ、ルルオニケンジみたいな感じだね。ちょっといいね、黒と紫、この服装、確かにこういう服装系のスキンもないもんね。めちゃくちゃいいじゃん、かっこいいんだけど、めっちゃマスクもいいね。刀もこれ、こっからさ、ツルハシで出して刀がツルハシみたいな、めちゃくちゃ良くないこれ、すごいんだけど、来てほしいね、いいですね。という感じで今回のスキンはもうやばいね、想像以上にエントリー数が多くてめっちゃびっくりした。しかもどれもすごいレベルの高いね、絵だったりいろんなね、皆さんのセンスが見れてとっても楽しい企画でした。いやこれはねマジでエピックに見てほしいね、本当にいろんなね、本当に今までにフォートナイトないタイプのスキンがあったので、これでフォートナイトがいいねと思ってスキンにしたらめっちゃやばいよね、激アツだよね。俺はもうそれをずっと固定にするかもしれない本当にっていう感じで、まあ、今回の動画も最後まで見てくれてありがとうございました。皆さんはどのコンセプトが一番好きでしたか、よかったらコメント欄に教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ピース。